羽生選手生まれは1994年の12月ということですけれども、はい、スケートを始めたのはどんなきっかけで何歳の時だったんですか？4歳ですね。姉がスケートを始めてすごいリンクが近かったんでその影響で一緒についていってたっていうぐらいですね。ついてきてる羽生くんっていうのはすごい覚えてるんですよまだ幼稚園くらいの時にね、はい、お姉ちゃんが先にスケートをやっていたのでさやちゃんね、はい、で私はだからお姉さんがスケーターだっていうイメージが強くてでその弟っていうイメージだったんですけどもいつの間にかもう世界を代表するスケーターに成長していて、はい、もう驚きです。感慨深いですもう本当にお姉ちゃんのことを追いかけてずっとやってたんで本当になんかもうやめちゃったんですけれども、うん、まあでもね姉のおかげですここまで来れたのは。そうですよね。あのお姉さんがスケートリンクに通っているのでスケートを見始めるきっかけにねそれはなったと思うんですけれども、はい、実際にスケートリンクに乗りたいという気持ちは自分からでした？本当に姉がやってたことをすべてなんか真似しているタイプだったんで、うん、もうそのままの影響で姉がやったから自分もやろうみたいな。特にダブルアクセルなんかはやっぱり一つの難関じゃないですか、うん、だから姉が飛んでるのを見て絶対飛びたいっていうふうに思ってました。